バナナピーマン、またはバナナペッパーは中型の大きさの唐辛子の一種でマイルドな辛味を持つ。普通は明るい黄色であるが、緑色、赤色や熟すと大色にもなる。酢漬けにされたり、中に具材が詰められたり、生のまま料理に用いられたりする。唐辛子の栽培品種である。 辛さは0から500スコビルチ程度とそれほど辛くはなく、多くの唐辛子と同様にその辛味は熟し加減により、熟したものは若いものよりも甘い。熟した果実は、長さ5から8センチメートルで、その曲がった形と黄色い色はバナナに似ているため、この名が名付けられた。フラジテロは、しばしば誤って、バナナピーマンと呼ばれ、また未熟なハンガリアンワックスもたびたび混同される。 ハンガリアンワックスがバナナピーマンの束の中に混ざって売られ、期待したよりも辛くなってしまうことも珍しくない。他の唐辛子の栽培と同様に日光を多く必要とする。種または挿し木から育てることができる。栽培品種にはアーリースイートバナナ、ハンガリアンイエローワックス、スイートバナナ、スイートハンガリアン等がある。熟したものは高さ1から2フィートになり、 多くの気候で育つことができるが、温帯を好む。バナナピーマンは、熱量、脂肪、ナトリウムが少なく、ダイエットに適した食品である。また、食物繊維、ビタミン A、カリウム源になり、特に非常に良いビタミン C 源である。マイルドな辛味のため、サラダ等の軽い食事に加えるのに適している。ありがとうございます。